おはようございまっちょ、フォルテです。シャキーン。まあ僕の視聴者さんだと結構音楽大学とか興味ある方がたくさんいると思います。以前僕は音大の学費について計算をしたんですが、今回は実際にまあ本当のリアルな現状を音大卒業した方に質問していこうと思います。今回直撃インタビューする方はピアノ男子ゆうちゃんっていうね、結構有名な大学を出てます。まあそれはね、テレビ電話で説明していこうと思ってます。まあリアルなお話をしていこうと思います。それでは早速電話をかけていきましょう。それではレッツムキムキテレフォン、ムキムキ。電話がつながりましたので、ピアノ男子ゆうちゃん、どこの大学卒業かとか話してもらいましょう。それではどうぞ。はじめまして、ボルスチャンネルの皆さん、ピアノ男子ゆうちゃんと申します。僕はですね、東邦学園大学という大学を、大学院まで卒業しております。東邦学園大学っていうのは、まあ、ピアノでも有名な大学で、演奏家の方もたくさん出てて、音楽大学の中でも有名な大学の一つです。日本の中ではね。まあ、今日聞いていきたいのは、まず、みんなが大学入ったことが前提として、学費についてと、設備代、その防音室だったりとか、あとプラスでなんかレッスン代がかかるっていう、その実態について、話してもらいたいなと思います。では、質問します、ピアノ男子ゆうちゃん。はい。学費はおいくら万円かかりましたか？1500万円です。素晴らしい自己投資ですね。楽しかったですか？まずはそこを質問です。学費の関係なく音楽を学んで楽しかったですか？でも、楽しかったですね。確かになんか、その、同じ仲間がいるから。ピアノをやるのが当たり前というか、なんかそう、普通のだったら多分ピアノよしやるかって多分なるけど、なんかピアノやってるのが当たり前のやつらばっかりだったから、そこは良かったかなと思います。そこはなんか今ちょっと引っかかる発言をしたよ。まあそうですね。実際学費はまあ1500万って4年間で言ったと思うんだけど、学費以外にかかった費用っていうのはありました？ありますね。なんかもうそのまず音大生マンションがかかるじゃないですか。その楽器が弾けるマンションに住まなきゃいけないので。はい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 。それがまず高いのと、だいたい7、8万ぐらいでワンルームなんですよ。もうとにかく狭いのに楽器でも楽器と寝る場所しかないみたいな感じで7、8万払わなきゃいけなくて。それは高いですね。結構高いですよね。まあそれが4年間と。そう。あとはもうとにかくそのレッスン代が。レッスン代、待って、はい、質問です。音楽大学に行ってる間には先生に習いますよね。そうですね。レッスンが授業でカリキュラムでありますよね。レッスン代ってなんでかかるんですか？それがですね、夏休みとかって先生が忙しい場合があるんです。先生によると思うんですけど。あ、先生によるんですか？はい。そう、先生によりますけど、夏休み見てもらえないと困る人たくさんいるじゃないですか。まあそうです。2ヶ月間夏休みあって全く先生にレッスンしてもらったから怖いです。今まで1週間1回あったレッスンが急になくなるっていうのは怖いですからね。だからその間の先生を結構見つけるんですよ、みんな。ああ、そういうことか。まあその間は一応学校はお休み期間ってことなので、まあ普通にプライベートで先生にアポ取ってレッスン行く人がいると。そうなんですよね。なるほどなるほど。それはかかりますね。プライベートレッスンですからね、ただの。そうなんですよ。それが大体単価が1回で1万5千から3万円ぐらい、先生の幅に。まあそのぐらいは当たり前にします。1時間のレッスンで、ワンレッスンでもその先生のクラスになるとね。まあこれはもう僕もいわゆるプライベートレッスンでそういう先生の方たくさんレッスン行ってるので、もうこれは当たり前の世界ですね。はい。多分バグっちゃってるんだよね僕たちでもこれは結構本当に当たり前の世界ですね。誰も高いって言わないですね。そう、本当に全然もう受けた後はすごいなんかそれ安かったなと思う。むしろそこの中で収まらない先生もいるから、やっぱ世の中にはやっぱ何十万っていう1時間ね、国際的な先生になるとやっぱりそれはもうクラシック音楽を学んでいく上では結構当たり前な金額です。あとはやっぱ楽譜とかですかね。一冊がやっぱり結構高くて。いやー、高いですよね。エキエルとか特に高いですよね。高いですねいや、ね、ちょっとこれはコアな話なんですけど、学部の出版社によって全然値段が違うわけで、先生から求められる楽譜っていうのはやっぱいい楽譜というか指番号とかもね。だけどもう結構本当に一冊3000円ぐらいは当たり前と。輸入楽譜とかだともっと高いじゃん。なんか6000円とか。あ、しますします。これはもうこれも当たり前の世界ですよね。うん。
まあそうですよね。ああそうか。4年間だけでの合計で言うと結構かかったね。実際多分本当に2000万ぐらいはいってると。これはでも本当に結構リアルな話、まあ、私立の音大だと多分差はもうほとんどこの金額にまあちょっとあるかなっていう、もう塩をつまむ程度ぐらいの差しかない。で、まあ、世の中にはいくつか本当に数個だけ音楽大学の中でも国立大学っていうのがあって、で、まあ、そこのは普通の国立大学とほぼ同じ学費で終わるんですけども、まあ音楽大学の私立ってなると、いわゆるピアノ男子ゆうちゃんが言ってくれた金額はもうかかると思っとった方がいいくらいってことですもんね。これぐらいは覚悟しないときついから。まあそうですよね。まあやっぱりそのもちろん奨学金っていう制度がございますね、世の中には。僕のだから東邦学園ではなんか結構充実してて、それは母子家庭だったりとか収入が少なかったりとか、もちろん成績が良くないとダメなんですけど、何割かその割合によって、その収入によって割合でいただけたりします。マジで調べた方がいい、調べればちょっといろいろあるんで。そう、まあ、使えるものは全部使いましょう。では次の質問です。じゃあ音楽大学って、まあ、先生とかいわゆる先輩とかいろんなつながり、音楽に特化した集まりだと思うんですけども、音楽大学だから言う、そのためだけにもらえるバイトみたいなのあったんですか、先生とかからとか。いや、なんかバイトっていうかピアノの場合だとですけど、うん、教授の伴奏とかでなんか1回何万とかそういうのはありましたね。あ、だそうです。ですので皆さん、なんかそういうバイトがしたかったら、もう自らなんか私やりますとか言ったりとかしたらもらえる可能性があるってことですね。多分名乗り出てもやらせてもらえない名乗り出てもやらせてもらえないこれが音楽大学伴奏を、うん、めちゃめちゃクオリティ高くして、それを教授が見て教授がいいじゃんってなってとか、そういう感じです。あ、もう引っこ抜きですね。そうそうそう、君素晴らしいねって言ってこの仕事やってよっていう夢のある世界ですね、それはそれで。確かにそれは結構夢あります。そういうことだそうです。まあこっからがね、とっても心に引っかかりながらちょっと悩みながらやっていく部分かなと思います。はい、じゃあしっかり勉強しました。私はもう音楽の知識は大学4年間でものすごい身について、ピアノもものすごい上手になりました。卒業後の進路はい、ゆうちゃん、卒業後の進路についてちょっとまあ全体でもいいし自分のことでもいいしお話しくれたらなと思います。もう全体的にも自分のことでも両方なんですけど、うん、基本的にほぼ収入ゼロです。いや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 、ちょっと待って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 、ゼロ、ま、マジです、マジゼロ。それはコロナによって？いや、じゃないです、じゃないです。あ、もうコロナ関係なくても、もともと卒業時の時にはあんまりなかったっていう予定だったの？そもそもその音楽大学を出たことによって得られる仕事っていうのはまあほぼないというか。うん、俺もね、いろんな音楽大学の人と話しちゃったけど、まあその聞いとったんよ、ここまでちゃんと言い切ってくれたのは初めてというか。いや、 YouTube やってるんで。ああそうね。まあで、自分は今 SNS 発信頑張って自分からその仕事取りに行ったり作ったりとかしてる段階だと思うんだけど、まあ僕も同じ仲間ですよ。それをしてなかったら結構厳しかったと。絶対厳しいですね。絶対厳しいですか？絶対厳しいですね。そのシンプルな疑問、なんでゼロになるんかなと思って。シンプルに多分クラシックを聴く客が少なくて。あー、なるほどね。知り合いとかで紹介してきてもらってっていうような、なんか村みたいなコミュニティだから、クラシック業界っていうのは。ああ、私コンサートやるんやけど、ちょっとチケットを買ってよと仲間のそのチケットを売ってっていうのを、分かった、ほんなら買ってあげるよ、でも今度私の時また買ってねみたいな感じのコミュニティという、まあ僕はそれはね分かってはいたんですけど、だからまあ僕は SNS で最初からちょっと頑張っていこうと。なんでかっていうと、やっぱなんか何回もやっとったら限界来るんじゃねえかなと思ってて、10回くらい繰り返したらもう来てくれんくなるんじゃねえかなとか思ってたから、怖くて最初からもうやめて SNS で僕は頑張ったんだけど、やっぱその状態になると。なります。あ、なりますか、やっぱり。まあ正直な話、ピアノの先生っていうのもたくさんいるし、審査員の先生っていうのもやっぱもっと僕たちよりも上の世代もたくさんいるから、まあその人たちからもちろん話は来るわけであって、まあコンサートとかもやっぱちゃんとずっとその
元の上の人たちの方がもちろんやっぱ知名度絶対あるわけだから、活動歴が長くなるとね、まあ、やっぱ卒業したては結構厳しかったと。じゃあちょっと、はい、質問。はい、僕はまあ大学で YouTube を始めますって言った時に、まあ結構まあ完全なバカにっていうのは数人しかおなかったから何とも言えないけど、いじり程度だったんだけど、その音楽大学の中で SNS 頑張りますってあんまおらんと思うんやけど、なんか弊害あった？もう結構白い目で見られたし。いや本当に。そうな、こんな白い目ってこういうこと？違うけど、風当たり強いですよね。やっぱ風当たりはやっぱ優しくなかったと。ピアノももちろん頑張るけども、SNS での営業活動も頑張り続けるっていうことですもんね。そうですね。そんないくらもすごく貴重なもんです。でもそれが貴重っていうのを伝わらなかったら絶対誰も買わないから、やっぱりその SNS での告知、広告っていうのはやっぱ絶対にね、必要な時代になってくると思うからね、お互い頑張りましょう。はい、というわけでありがとうございます。いや、ありがとうございました。あくまでこれは、一つの例でもあるし、結構、まあ、大学卒業して、フリーランスで活動する現状でもあります。でも、これだけはちょっと質問したい。勉強してすごい楽しかった。それは楽しかったです。本当にそうなんですよ。これはね、もう絶対確実なんで、音楽大学は、まあ、金を稼ぎに行きたいっていうために行く場所ではなくて、音楽を勉強しに行くための場所です。だから、音楽大学で、マーケティングの勉強をしないとかっていうのは当たり前なことであって、音楽を、極めていく勉強する場所ですので、その面では楽しかったよね。そうですね、本当にその通りです、うん、だから皆さんもその勉強したいんだったらぜひとも音楽大学にも行くっていうのもありだし、僕みたいに普通の大学行きながらプライベートレッスンで勉強を進めていくっていうパターンもありだと思うので、まあ自分の人生をちょっとね、まあやっていきたい方向を見ながら考えて決めてみてください。今回はお金に関するその集中した話題だったんですけども、今度はまた勉強について機会があったりとか好評だったらやっていこうかなと思ってますので、もちろんこういう恋愛もありです、恋愛もあれば破局もあるので、いろんな話に特化して話していこうと思いますので、まあ今日楽しんでもらえたらそれでよかったと思います。聴者完了です。見てくれてありがとね、よければグッドボタン押してて、なんならチャンネル登録してね、ゴリマッチョ、ウソマッチョ、マッチョマッチョマッスルボー、マッチョ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 。